パロンベ県の位置、パロンベは、マラウイ南部州にある県であり、中心となる都市もパロンベである。本校では、県と都市の双方について説明する。1394平方メートルの面積と、23万1990人の人口を要する県である。また、ゾンバ県及び、ムランジュ県と隣接しているほか、県東部は、モザンビークとの国境となっている。 この町の場所は、ムランジェ山を分断するフォートリスターガップと呼ばれる、峡谷のもとに位置している。そのためこの土地は鉄砲水が、しばしば発生し、雨季には特に被害を受けやすい。近年に、最も壊滅的な被害を受けたのは1991年で、あり、その時には、町がニの3メートルの高さのデーで埋め尽くされ、数百人の死亡者が発生した。現在、 町には被災者を記憶し追悼するための慰霊碑が建てられている。また、町から5キロメートルの場所にあるカトリック教会は、教会と性家族病院から成り立っている。この病院は、地元と NGO のオランダメミーサが共同で運営を行い、医療スタッフとして、オランダの熱帯専門医や地元の医師が勤務している。また、 この病院には大規模な看護学校が併設されている。なお、この都市は、ムランジュから40キロほど北東にある。ムランジュからパロンベまでの道路は現在改善中であり、舗装を行っている。人工統計。ありがとうございます。